胸がめっちゃいい感じ。服装どうぞってことで、今から朝ごはんのバイキングを食べていきます。ごちそうさまでした。イエーイ、ごちそうさまでした。イエーイ、着いた。綺麗だ ね、めっちゃ綺麗。この GoPro で撮っていきます。お、すげえ、めっちゃ綺麗。え、めっちゃ透明じゃん。レイ、冷たくないの。やって、はい。レイもここ、ここもういっぱいいっぱいだ。もうやめときになる。おお、ちょっと顔がガチになった。美味しくない。冷たい。怖いね、ちょっと。ルレちゃん、おはよう。おはよう。シュー。ルレちゃんも日焼け止めをベタベタ塗って準備完了です。よし、ルネおいで。ということで海入り終わってきました。ルネちゃん楽しかった？でルネはねめっちゃね一瞬しか入れなかった。ルネちゃん機嫌悪いの？てかさ、結構冷たかったよね。風が冷たかったね。それでお腹空いたので今日はこちらの近くにあった角井に来ました。ってことで行きます。あんまり食べたことない。てねー、届きました。届きました。めっちゃ美味しそうじゃない？やばいやばい、超美味しそう。俺とマナは一緒で、いいわ。何？カツオのなんだっけ、なんとか漬け丼。うまそう、いただきます。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、それではお家に帰ろうかな。なんか水族館に行きたかったんだけど、すごい混んでるって書いてあったから、とりあえず今日はこれで帰ります。楽しかったです、夏の旅行。また来年の夏は次はそのブルーベリーヒルの中にあるプールに入りたいなって思う。ではお家に帰ります。バイバイ。やだー、もう本当に。上からベチッとか言って降ってきたんだけど、今ねベチッてなんか上からボトッてなんか落ちてきたから、ジョンがえって言うから、私最初鳥の糞かなって思ってみたらカエルなの。しかもよりによって私が大大大大大苦手なカエル。わざとかのようにね。これ絶対ドッキ。道路がなんか、え、途中で切られてる。本当だ、もうびっくりした。いや、びっくり。だって上からカエル落ちてくるってどういうこと？しかもなんでカエルなの？他のものにしてよ。もうびっくりして涙出るそうになった。怖かったね。いや、あれはなんかちょっとちっちゃくて可愛いけど、あのガチの方じゃなくてよかった。いや、もうでも嫌だわ。